車を改造せずにはいられない重症患者の皆さん、こんにちは。改造車ジャーナリスト通知パフォーマンスです。今回はモードショップ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは飯村店長です。よろしくお願いします。今回紹介する車がこちら。はい、あのすごいのがやってきましたけれども。すごいのがやってきました。ただのラングラーじゃないんです。ではないです。こちらなんと、はい、日本未導入のラングラー392。はい、392です。これ392って言われてハテナマークだったんですけどV8 積んでるモデルなんですね。そう、ヘミエンジンで。なんでこれ392かと思ったら、うん、あの392キュービックインチ、はいはい、まあ、要は排気量のインチ換算、はい、っていうことみたいですよ。はい、はいはい、で普通の分かりやすい排気量に換算すると、うん、なんと 6400cc V8 やばくないですか。やばいね。はい、まあ、ソラー日本未導入ですね。ソラー日本未導入だね。はい、もう V8 すら今なくなってってるじゃないですか。はい、そこをやっぱりアメリカ V8 の国ですから。さすがです。V8 でしかも NA で、はい、6400cc っていうのもまあなくないですか。まあないね。かつてのメルセデス63ですら、うん、6200cc じゃないですか。そうだね、確かに。それをさらに上回ってますからね。こんなとんでもエンジンを積んだこちらの車、はいはい、オーナー様が気になるんですけれども、はい、あの何度かモンド名古屋ご利用いただいているお客様ということで、はいはい、もう結構長く、もともとちょこちょこ来ていただいているお客様のご紹介で、あ、そうなんですか。幼なじみの方で、あ、そうなんですか。あのちょっと面倒くさい男紹介していいですかって言われて、はいこだわりが強い方。そう、まあ、うんうん、騒がしいで、過去にもブログだったりとか、はい、あと動画でも何度か登場してる、そうです、お客様の今回のお車ということで、はい、で今回ご紹介するこちらの車、もう見た感じめちゃくちゃ改造してある感があるんですけど、はい、こちらに関しては当社の方でカスタマイズさせていただいた仕様ではないんですよ、はい、ではないです。そう、他社さんで、まあ、お車の購入も、まあ、そのちょっと特殊な車なんでアメ車屋さんで買われて、でそれをそのままそのアメ車屋さんでいろいろ改造されて、で、まあ、うちはタイホイールだけを担当させていただいたという形です。というわけで、はい、タイホイールメインでご紹介させていただくんですけど、はい、車珍しいんでちょっと見ていきたいんですけど、はい、色かっこよくないですか。色かっこいい。そう、これソリッドなんですね。ソリッドなんです。これちょっと他の欧州車にも採用してほしい。なんかちょっとサンドでもないもんね。ですよね。なんか緑っぽく、はい、絶妙な色合いの、うんうん、ちょっとクラシックさもある。そう、はい、すごくいい色だなと。そしてあとはあの僕今回全然知識なかったんで、はい、あの後方公式の写真とか見比べたんですけど、はい、結構いじってくる。結構いじってありますね、はい、グリルも変わってるしバンパーも変わってるし、はい、幅もなんかとんでもないことになってますこれなんかフェンダーのエクステンションみたいなのつけて、そう、はい、で、あのいわゆるハイフェンダーってやつね、はい、日本仕様はなで型 でアメリカ仕様になるとちょっと高いんですよね。こう、はい、このこいつがオーバーフェンダーに被るみたいな、ね、はい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 、そしてなんかあのこちらの392なんかもともとなんか標準のラングラーより2インチぐらいリフトアップしてある。あ、もともとね、はいはいはい、ということで車高高いんですけど、うん、さらに今回の車はさらに上がってます。さらに上がってます。車なんか一回りでかいっすよね。そう、もう、もう目線が違う、はい、なんかこういつもとだよりなんか普通のラングラーじゃない感があるんで、はい、なんか飯村さんが触るの意外なんですけど僕的には。そうですか。はい、結構あの動画でも欧州車、うん、国産車はご紹介させていただいてるじゃないですか。はいはいはい、アメ車ってあんまりご紹介させていただかないんだ、うん、させていただかなかったんで、はい、今回意外なんですけど普段ご紹介してるアメタンといえばアメリカですから、うん、はい、アメ車もどんとこいなんですよね。もちろん、はいはい、というわけで、はい、ここまで前振りしたら、はい、前振りしなくても多分分かってると思いますけど、はい、足元行っていいでしょうか。はい、どうぞ、はい、こちらのお車に装着したホイールがこちらです。はい、はい、もう通算何度目になりますでしょうか。もうね、HRE 全シリーズ制覇の勢いじゃないですか。の勢いだと、はい、ヴィンテージクラシックに関しては、はい、うん、というわけで今回ご紹介させていただくのはこちら 501M ですね、はい、モノブロックなんで、この細かいメッシュのモノブロックのホイール、はい、でこれパッと見るとめちゃくちゃ変わった感じではないんですけど、うん、秘密があるんですよね、うん、そうなんです。今回はこんだけ出来上がってる車なんで、もともと違うホイールを履いて、はい、でその時履いてたホイールが20インチで、で単造じゃなかったんで、まあ、今回ちょっと長くなり乗りそうだしホイール変えようかなと。でできれば、まあ、20インチ履いたから17がいいよねって話をしてて、
で希望としては17インチの 501M を、HR に作ってくださいとオーダーシートも流してしたら帰ってきたのが、できませんと、はい、できませんと、はい、オーダーのホイールでもそこは通らなかったんです。そうなんかその、まあ、HR が本国が言うには強度、はい、まあ、車重がやっぱあるので、はい、強度の問題 で、はい、でしかもオフセットがちょっとね特殊マイナスオフセットなんでできませんと言われて、ちゃんとしてるがゆえに、ゆえに、はい、でできるのはじゃあ何インチからなんですかって聞いたら20インチからですと言われて、はあ、って20インチじゃちょっといもう最初の話に戻っちゃうんで、はい、でそんな中で18インチの501を多分G の 4x4 かなに履いてる海外の写真があって、はい、それを送りつけて、はい、本国に、はい、18インチあんじゃねえかっつって、はい、そしたら、はい、あじゃあ特別にっつって、はい、よくわからない作ってあげるよってことで、そう普通は注文できない、普通は注文できない、はい、小さめのアメタンということでこちらが装着されてると、はい、だこれ詳しい人が見たらそんなの注文できるんですかっていう、そうなんか今まで の、 そのラングラーで本国のギャラリーとか本国でなんかこうインターネットで調べてもうみんなタンゾは20インチ入ってる、でも FT1 は17インチ中蔵ねフロフォームあるんでできないことないでしょうと思ってたら、まあ、18だったらできるよっていうことだったんで、まあ、オフセットがねちょっと極端なんであのそういう都合もあるんだと思うんですけど、まあ、とりあえずまあ18だったらいいかっつって18にしました。なるほど、はい、で今回この18インチっていうところだけフォーカスすると、うん、まあ、ただちっちゃいホイール、うん、じゃあ作ったんですかってなるんですけど、うん、あのこの手の車のホイール選びの18インチとかって、うん、はい、他の車のインチ高選びよりかも難しいと思うんですよ。そうね、っていうのは、うん、このタイヤ、タイヤ、そうタイヤ今回このバカデカタイヤ、はい、ご覧ください僕の腰ぐらいやこのバカデカタイヤとか要はそのもうタイヤも前提で考えなくちゃいけない、もっと言えばもう車高も前提で考えなくちゃいけない、そうである程度欧州車 の、 その低くする車って、うん、ホイール選んで、うん、じゃあタイヤどうしましょうかって話にいけるじゃないですか、うん、けどこの手の車って、うん、もう全部セットで同時で考えないと成立しないんですよね。そうだから今回のお客様からのリクエストとしては今よりまあ20インチより小さいホイールでその時37インチを履いてたんで37インチよりもでかいタイヤっていう2つのリクエストあったんですけど、まあとりあえずホイールはクリアしましたと、でそっからタイヤと、なるほど、でまあ18インチで今回38インチ38インチ38インチ、はい、で18インチの38インチってめっちゃないのね。あ、ないんすか。ないの、2択しかなかった。で今回その 38×13.50 の18インチと、はい、18インチ、はい、でタイヤは東洋のオープンカントリーマットと、はい、うん、こちらは装着されてる、はい、でこれがしかも、まあ、サイズ的にまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど国内にないんですか。ないです、設定されてない。ないです。それを今回、はい、トヨタ屋さんに融通を聞かせていただいて、はい、そうなんですここに装着されてると、はい、海外に行くのをシュッつって、はい、じゃあ普通だったら、まあ、並行輸入でつけるってことは多分できると思うんですけど、はい、ちゃんとトヨタ屋さんから正規で出てきたタイヤで装着されてると、はい、これだからあのめちゃくちゃマニアックだけどとんでもないことしますね。そうなんですよ。そうなんです。なんでは、まあ、でももう東洋さんのタイヤはまあ、何履いてもこう見た目こんなにまあ激しいじゃん。だけど乗るとあれ意外と静かだなっていうイメージが何履いてもあんだよね、はい、井村さん的に。そう、まあ、井村さん数々乗ってきましたもんね。そうお客様の車につけさせていただいて、はい、まあ、試運転させていただくこともありますし、うんうん、自分でもゲレンデ乗ったりするじゃないですか、うん、はい、だからタイヤソムリエとも言える井村さんが迷った時は問よ。なるほど、選択肢があれば割とこうパターンに限らず、はい、コンフォートな感じ、うん、だから某輸入タイヤメーカーだと、うん、なんかもうヘリが飛んでんじゃないかっていうぐらい、ウォン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 つってね、ものすごいロードノイズがするやつもあるみたいなんですけど、うん、これそんなでもないんですか。そんなでもない。はあ、本当この見た目でこのサイズじゃない、はい、で乗るとうるさいんだろうなと思うけど、あれ静かじゃん。へ、まあ、外から聞いてるとまた違うかもしれないね。
けど全然感じないので、まあ、ものすごくめちゃくちゃいいタイヤです。あとはあの狭小のイメージがあるからなのか、うん、めちゃくちゃアメリカっぽく見えるんですよ。あ、そうね、はい、日本のメーカーなのにね。そう狭小といえばあの東洋さんの東洋っていう、ね、ブースじゃないですか、うん、で今回東洋さんからお金もらってるわけでもなんでもないですけど、うん、本当にそういうイメージがあるので、うん、割とここは車のイメージにもぴったりなのかなと、はいはい、であとはこれ普通に履けないんですよね。普通に履けないです、はい、こんだけやっぱ上げないと履けない。もともとその V8 モデルってタイヤが33インチ標準、うん、はいはいはい、でなんかパッケージオプションで35インチまでアップすることができるらしいですよね、うんうん、でそれももうまあまあすごいんですけど、うん、はい、今回さらにその上をいく38が装着されてるんで、はいはい、さらにそこから車高も上がってると。そうです。フェンダーに至っては僕のもう 胸ぐらいの位置多分あのリフトアップ系の車乗られてる方だといやもっと全然上のあのクラスいるよっていう思うかもしれないですけど、うんうん、僕らこうどっちかというとこう、うん、ローダウンする方が多いんで、そうね、もうびっくり車高ですよね、うん、はい、こんな感じになってる、はい、なんで足回りも全部変わってるんですよね。変わってます。でこれでもう前切りしても当たらないんで。あ、そうなんですか。もう完璧です。すげえ。でめちゃめちゃ小回り引きます。でショックはこのフォックスのショックついてますけど、これなんか純正の、はい、純正のようですね。ジープのロゴ入ってますもんね、うんうん、でバネなんかで車高が上げていると、はい、こんな感じの足元になっております、はい、そしてあの今回ちょっと最初に戻りますけど、このホイールの選択がいいと思ったんですよ。ヴィンテージ。ヴィンテージね。言ったら車、これめちゃくちゃ歴史のある車じゃないですか、うんうん、確かに。おさらいしたらジープってもう80年ぐらい歴史あるんですよ、ね、あ、ゲレンデの上行く。そう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 、うんうん、でしかもなんかこの V8 積んだのも40年ぶりらしいですよ、うん、へー、すげえ、40年前に積んでたっていう。で間もなく純ガソリンをやめるって言ってるんですよね。はいはいはい、はい、現行でもなんかもう2リッター、国内入ってきてるのは2リッターしかない、うんうん、アメリカだと V6 もあるらしいですけど、うんうんうん、もう直4、2リッターしかなくって、あとプラグイン、うんうん、でもう次からプラグインとかハイブリッドなんかがもうメインになるって言ってるんで、最後歴史的、はい、節目の車、はい、歴史の長い車にこのヴィンテージ、はいはい、これはあのすごいこう僕の自己満かもしれないですけど、あの今回めちゃくちゃハマってるなっていう、はい、確かに。そしてフィニッシュは真っ黒なんですね。そうです、サテンブラックで、もうここはね一択かなと。なるほど、うん、この手の車だとブロンズとか、うんうん、はい、その辺入れても似合うのかなって感じします。ちょっとだからそうしちゃうと四駆っていう泥臭くない、四駆っていう感じが出ちゃうじゃん、はいはいはい、ボディカラーも同色系になっちゃうんですから、ね、うん、はい、そう。というわけで今回はハンツヤの、はいはい、こちらの黒になってます、はい、で根茎もまあまあしてますもん、ね、まあマイナスですから。なるほど、はい、あ、そっか、はい、マイナスっていうのは、まあ、取り付け面がさらにこっちに寄ってる。そう、そうです、まあ、ホイールのセンターよりも内側に取り付け面が入ってる。で、まあ、今回その僕らのタイヤチェンジャーで、はい、回るのかっていうね。確かにこの出方さすからね。そう、はあ、このねタイヤ外径がこんだけ大きいんで、アームが来た時に回んのみたいな。いけた、いけた、すぐそこのトラックのタイヤ交換するところに持ってかなきゃいけないんじゃないかと思ったぐらいやばかったんですが、ギリでもギリギリ、もうこれ以上は無理です、はい、なるほど、もうこれ以上は無理ですじゃあこれ以上ご希望の方はようご相談。いや、もう本当に川島に怒られるんで、はい、これ以上は無理です。というわけでこんな感じのタイヤが装着されております、はい、であとポイントとしてはちょっとホイールだけでだいぶ話が長くなっちゃうんですけど、はい、あの単造でしかもインチが欲張ってないんで、うん、非常に軽量なんですよね。軽いと。だからもう正直その僕らはねもうこの状態でしか乗らないじゃない、試運転って言っても。だからあの差が分からないけど、オーナーさんは全然違うって。もう全然違うって。なるほど。軽い、出足が軽い。そうなんですよね。軽いホイール履くとその出足も軽くなるし、うんうん、燃費も良くなるし、うん、ブレーキも効くようになったりとか、うん、割とこう足元バネした重量の軽いのはいいことづくめだったりとかするんで、まあ、単純なドレスアップだけじゃなくって、まあ、足元を変えるっていうのはそういった効果もある場合もあるんで、はいはい、いろいろご相談いただけるといいんじゃないですか、はいはい、足元こんな感じですか。はい、はい、こんな感じです。そして、まあ、今回全然特に横に関しては触ってないんですけど、触ってないですね、はいはい、車がもう車高が2メートルぐらい、やばい、はい、幅2メートル、高さ2メートルみたいな。ほんとね、はい、確かに。で、もともとなんかあれらしいですよ、2インチアップしてるんで、あの水深も85センチぐらいまでいけるらしいですそれさらにアップしてるんで、もっといけるっていう、
で本当にそういう泥遊びしてもいいですけど、はい、まあ、それできるのをあえてこう街乗りするのも面白いかなと、うんうん、はい、そして今回トイレに関してはこれ4本投資、ね、投資です、はい、オフセットも全て投資で作りましたというわけで後ろも同じものが装着されております、はいはい、じゃあ最後になりますけども、はい、アメ車もいけるんですね、もちろんアメ車もいけます、車種問わずですよね、車種問わずですちょっと自信なさそうでしたけど、でも振り返ると、まあ、ヨーロッパ車メインではやらせていただいてますけど、はい、国産車もそうだし、うん、まあ、旧車なんかもやらせていただいたりとか、うん、もう足元何でも、はいはい、ご相談いただけると、はい、かっこいいのから快適なのからいろいろご提案できると思いますので、うん、ぜひご相談ください、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録と各種 SNS のフォローもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。